玉垣学之助から1824年8月28日は、非全国高木郡出身の元大相撲力士。本名は、田中木作。1784年に、非全国高木郡で生まれる。当初は、大阪相撲に加入していたが、後に江戸相撲、玉垣部屋へ移籍している。初土俵から間もない幕下二段目の時に、徳島藩が抱える力士としようとするが、 阿波の稲は、島原の梁にしかずとして拒否。これに感激した島原藩主、松平忠下のむから1813年に、勝ちとして召し抱えられた。柏取助の良き公敵手で、当時の川柳には、柿と東西と東の関に据え、玉垣も柏も、地から生えたようとあるように、東西の大関に、玉垣と柏戸が並び、両者とも重い腰で熱戦を繰り広げ、 なかなか土俵を割らない様子が歌われている。玉垣自身は小兵ながら、技巧派の取り口で、1814年11月場所では、実力本位の番付に再編成されたことが影響し、前頭筆頭から大関へ一気に昇進した。1823年には、柏戸とともに五条家から横綱免許が授与されたが、柏戸が横綱土俵入りを辞退したのを見たためか、 玉垣自身も辞退した。また、もらった綱も木戸口に飾っただけで、横綱土俵入りを行わず、そのまま、柏戸とともに、横綱の話は、うやむやとなった。玉垣は、結局、一度も、横綱として綱を締めることができないまま、1824年8月5日に、現役のまま死去、40歳没。ありがとうございます。